道路出口です。皆様、おはようございます。キスジャガーです。2020年4月15日水曜日朝の6時46分です。おはようございます。今現在泉北有料道路走っておりましたが、泉北堺有料道路、はい、一旦、降ります。泉北堺有料道路を一旦降りまして、県道61号一旦入ります。料金は100円です。まもなく右方向です。吹田方面にはね、直接行けるんですが、大阪方面には、和歌山方面には一旦降りてしか行けません。阪和道入りたいんですけれども、めちゃくちゃ揺れるな。大丈夫か。阪和道堺インターですね。まもなく左方向高速道路入り口です。大阪方面、右が和歌山方面となっております。堺インター自体は、南北どちらにも行けるんですけれども、堺泉北有料道路から直接、阪和道に入ろうといった場合、大阪方面しかつながってないんですよね。なので和歌山方面行くときは一旦こうやって降ります。ちょっとね、今日はね、画面が辛いね。揺れすぎてごめんなさいみたいな感じで。本日の車両は、大型でもトレーラーでもないんですよ、今日は。4トン車です。4トン車なんですけど、4トンベースではなくて、2トン、3トンベースの、ちっちゃい4トン車なんですよ。ベース車両がちっちゃいっていうのと、車ボロいんですよね、かなり。何キロ走ってんねやろな、これ。87万。小型車で、まあ、87万走っとったら、もう、賞味期限切れてますね。早く捨ててくださいぐらいの感じなんですけれども。今日はポンコツで、和歌山まで、みなべまで行きたいと思います。堺インター乗ってから今現在 42.3 キロポスト。こちらのキロポストは、吹田インターからですね。吹田インターから 42.6 キロポスト。吹田インターから近畿道に入って松原ジャンクションを越えてから阪和道になりますが、まあ、近畿道阪和道足して 42.8 キロポストですね。すみませんね、ちょっとカメラブレブレで、この動画はちょっと見苦しいものになるかと思うんですが、まあ一応このルートで走ることはあんまりないので、今回はとりあえず記録として残すみたいな感じで、あんまり高画質とかね、そういうわけでもなく、振動が激しすぎてちょっと車両がちっちゃくて全ての振動を拾ってしまうというか、エアサスとかじゃないんで、目がおかしくなるかもしれません。ごめんなさい。なので今回は、まあ記録とあとご案内と、この2つくらいの目的で撮影いたします。またね、和歌山方面最近あんまり行くないんで、撮る機会ないんですけれども、あんまりまたの機会に、また白浜とかね、串本とかあっちの方行くときに、まあ、龍神村とかね、
まあ、あっちの方に行くときにまた、撮影しますので、別の機会に画質がもうちょっといい方がいいわとかいうことは、またの機会ということでご容赦ください。インターを越えて、岸和田向きなんですよね。キロポストがね 45.1 キロポストです。6時52分になりました。速度80キロです。私の車と前走ってるあのコンビニの車やと思うんですけれども、どちらも80キロも出ておりません。私の車もね、ちょっと75以上出すとやばいので出しません。前の車も多分70くらいで走れと会社から言われてるんでしょうね。距離走らないといけないので、70キロで走ってもいいんだけど75ぐらいで走りたいなみたいなことがありまして、こいつはいずれ料理しよう。スピード出したらいかん車でね、追い越しっていうのはなかなか難しいんですよね。追い越しの時に抜かれる側がアクセル抜いてくれたら抜けるんですけども、アクセルそこから踏まれて並ばれたり加速されたりするとちょっと追い越し妨害というか進路妨害というかね、追いつかれた車が追い越しをかけられた時に追い越しを妨害してはならないということで、まあ、交通違反にはなるんですけれども、今現在74、5キロ出てますね。これくらいのペースで走ってくれたら抜かなくていいんですけどね、70ぐらいまで落としたいはずなんですよ、車ね。いずれ抜かないといけないんですけど、このせめぎ合いがストレスが溜まります。ちなみに、この車、ポンコツですが、装備品も大していいものがついてなくて、オートクルーズついておりません。全部、スピードはペダルコントロールで調整いたします。80キロの道路を74、5キロぐらいでしか走れないという、そういう縛りがある中でずっとペダルコントロールですね。ぼーっと走ってたらいつの間にか60やったとか、そういうわけにもいかないので、まあ、前を見て走るというよりはもうスピードメーターとにらめっこみたいな、そんなことになっております。どっちが安全やねんみたいな、どこがこれの安全運転やねんみたいなことなんですけれども、会社としては何か事故があったりするたんびにこうやってルールを強化したり増やしていったりするので、まあ、こういう理不尽なことが起きるんですよね。はい、今抜きに来たんですが抜けません。アクセル踏みよんなこいつ。この追いつかれてからね、スムーズに追い越しが終わるまでは踏んだらダメなんですよね。もうピーピー言ってるんですけど全然縮まりません。これ以上またあれか、なんとかラインか、持ってるやつじゃなかった。あと70で走れないか、70で走りいいよ。ボケーっと走ってすぐ目の前でかぶしてくれてるんだろう。煽り運転とかではないんですよ。自分が70で走って後ろ75やったら譲ったらいいじゃないですか。なんで並んで頑張るんですかみたいな、ね、だからスピード守ってるからいいとかじゃなくて迷惑ですよね、そういうことをするとね。はい、50キロポストです。吹田から50キロになります。私の会社はスピードであったりマニュアルであったり、ね、
作業マニュアルであったり、かなりやかましい会社なのでめちゃくちゃストレス溜まってるんで、こういうことがあるたんびにご機嫌斜めになります。ごめんなさい、聞き苦しいかもしれないですけど、皆さんもご注意ください。乗用車とか別に80で走ろうが90で走ろうがどっちでもええねんみたいな走り方してる人は追いつかれないように走ってほしいし、追いつかれたんやったら追い越し妨害したらダメですよ。いつまでも追い越し車線並んだまんま、こっちも元の車線にも戻れないし追い越しも終わらないしみたいな、そうするとね、後ろの車全部塞いでしまって周りの交通にも迷惑かかるんで、自分がノロノロ走って追いつかれたんであれば追い越しが終わるまでペース上げるべきではございません。ご注意ください。はい、これ何やったっけ、岸和田泉インターですね。岸和田泉インター入り口、岸和田泉インター越えまして岸和田市に入りました。本線料金所もね撤廃してくれたらいいけどね。はい、ここから60キロになります。制限速度60キロに落ちます。52キロポストです。吹田インターから52キロ、回転ぐらいまで回せるっていう、これが新鮮というか、いつも2000回転回さんぐらいの、まあね、レッドゾーンが2000回転ぐらいなんで、そういう車なんですけど、今日乗ってる車はレッドゾーン3100回転ですね。
普段走らないんでね、止めませんから、ちょっとレストランがどうやとかいうことは分かりません。サービスエリアなんであるかと思います。 56.2 キロコスト、7時1分になりました。制限速度は80キロ。西和田サービスエリア出口との合流です。稲部インターのあたりまで残り96キロぐらいですね。白浜のちょっと手前ぐらいですね。あと1時間半ぐらいかかるかな、こんなピーピー言いながら。オートクルーズでもついてりゃね、アクセルある程度いい加減にできるんですけど、違反しないようにボーッと走ってるといつの間にか下がりすぎるんですよね、速度が。で、距離が遠いもんだからなるべく上限で走りたいと、75やったら75くらいで走りたいんだと、そういう風にね、気合い入れてやろうと思うとずっとスピードメーター見ないといけないんで、周りが見えないみたいな、しんどいんですよね、これはこれで。選手に負担かけることしか考えてないなみたいな。58キロポスト、水田インターから58キロポストです。これは和歌山方面に向かってどんどん距離増えていきます。大阪から和歌山にかけて今 58.3 キロポスト、7時3分です。岸和田市から貝塚市に入ります。貝塚市に入ると間もなく貝塚熊取インターがございます。直接ね、外間には国道170には出ないんですけれども、まあ何キロか1キロ2キロ走ったら外間出るかと思います。5キロ、関空まで18キロ、和歌山まで32キロです。62キロポスト、吹田から62キロです。プ
これ足し算しますと水田インターから和歌山インターまで94キロということですね。76分です。私の車のペースですとだいたい1キロメートルを1分ぐらいで走るかと思います。残り距離90キロなので90分かかるかなみたいな計算をしております。まあざっくりですけどね、ずっと同じペースで走れるわけじゃないので、この先みなべまで本線料金所とかあったかな、ないと思うけども、白浜越えるとあったかな。白浜の次のあのインターなんて言ったかな、上富田やったかな、あれ行くまでに本線料金所あったかもしれないけれども、ちょっと忘れました。しばらく走ってないんですよ和歌山。走るときはねしょっちゅう毎日のように走るんですけれども、都内となるとまあ半年も走らんかなみたいな。それでもまあ1年に1回も走らんということはないんですけどね。64キロポスト77分です。はい、泉佐野市に入りました。阪和道南行き、和歌山白浜方面行きです。制限速度80キロです。およそ2キロ先、ちょっとカメラ映ってないんですけど、今ね右側海が見えました。関空の方まで見渡しがあります。泉佐野ジャンクションまで2キロ、空関空見えてますね。飛行機が上がっていくのが見えます。65キロポスト。はい、泉佐野ジャンクションまで1キロとなりました。泉佐野ジャンクションからは関空道の方に行けますね。関空道と並行して走ってる国道何番やったかな、400何番やったと思うんですけれども、関空道の真下を走っておりますね。関空道はまあ、真っすぐ行きますと関西空港の中に入っていけるんですけれども、途中でリンクジャンクションで、阪神高速4号湾岸線泉佐野南の方に行くかと思います。関空に入る少し手前にリンクジャンクションというのがあるんですよ。はい、こちらですね、泉佐野ジャンクションです。泉佐野ジャンクションは、66.6キロポスト、注意してください。 66.7 66.8、はい、66.9、 67キロポスト泉佐野ジャンクション合流です。7時10分です。また前遅い車がいるな。遅いとはいえ私の車もスピード出せませんから、抜けるか抜けんかですよね。ただあれ後ろ走ってしまうと到着時間がどんどん伸びてしまうので、そういうわけにもいきません。出したらいかん車で抜くっていうのはすごくテクニックがいりますね。どうでしょう、 F1 のモナコグランプリで、あんなところオーバーテイクっていうかね、追い越しできるポイントがないんですけれども、よっぽど腕の差とスピードの差がないと抜けないですよね。まあ、あれと同じような難易度を感じております。
モナコグランプリを F1 ドライバーとして走ったことはないんですけどね。はい、仙南まで4キロ、和歌山ジャンクションまで12キロ、和歌山まで26キロ、橋本まで46キロ。橋本っていうのは京奈和道の橋本です。どっかのタイミングでコーヒーも飲まんと喉が枯れるね。これまだ1時間以上一人で喋る感じになりますんで、並んでくったと思います。行きたいなぁ。70キロまで落ちてたのに行きたいな。もう 68.8 キロポスト。7時11分、今現在67キロぐらいまで速度下がりました。もうあの反射板みたいなのキラ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 するし、もう鬱陶しいね。本当に行きたい。行けるかな。下り坂やから今度は抜けんかもしらんね。わかんない。高速道路速度調整。眩しいな。もう今70キロぐらいです。行きます。眩しい。ステンレス貼るな。もう眩しい。バーストですね。このダンプは右の前輪が破れておりましたね。はい、ちょっと本線に戻れません。本線というかあの左に戻れませんでした。このまま右走りますけれども、80キロも出せないんでね、左走りたいんですけどね。さっきの車はあの一旦私左に戻ったでしょ。戻った時に70まで落としてくれましたよね。だから今抜けたんですけれども、ああやってね、ゆっくり走るんであれば追いつかれたな、追い越しに来たなと思ったら、追い越し妨げずに頑張って踏ん張らずに、スピードを緩めてでも譲るべきです。道路交通法はそういう風になっております。煽ってるよとかスピード違反だよとかそういうことじゃなくて、はい、 71.7 キロポスト。7時14分になりました。それからするとね、この阪和道を走るたんびに私まあまあストレスなんやけど、結構な確率でセブンイレブンの、コンビニの車とああいうバトルが行われるんですけども、はい、すいません、仙南ですね。仙南出口、仙南出口が 72.9 キロポストかな。ちゃんは 72.4 ですね。7時14分。ここは仙南はね、出口はあって入り口はないとかそういう感じだったと思います。はい、話の続きなんですけれども、セブンイレブンの、コンビニの車と、どっちもスピード出してはいけない縛りがあるもん同士で吸ったもんだがあるんですよ。で、何を言いたいかというと、スピード出すなっていうことは教えてるんですが、その、ね、追い越し妨害っていうのが違反になるよっていうことまでは会社の方で教育されてないんでしょうか。セブンイレブンの、下請けの方ね、出さなければいいじゃなくて、ちゃんと出さないなりに走り方を教えないとダメですよ。
この大阪の南側でね、この辺りだからちょっと走り方のマナーが悪いのか、それとも教育をちゃんと受けてないのか、どっちだみたいな、そんな風に思うわけなんですけれども、はい、阪南インターじゃない、ごめんなさい、インターではございません、阪南の入り口です。注意してください。私の動画では出口と入り口と両方ある場合ではない限り、あのインターという風に呼びません。あの入り口しかないとか出口しかないというところはインターとあえて呼んでません。阪南の入り口でした、74.7 キロポスト、7時16分です。75キロ、吹田から75キロですね。和歌山ジャンクションまで5キロ、橋本まで39キロ、白浜まで96キロです。はい、白浜まで96、その手前のみなべまでで78キロとなっております。制限速度80キロです。阪南の入り口を越えまして和歌山ジャンクションの手前ですね。76キロポスト、和歌山北まで10キロ、和歌山インター、12キロ、海南東が22キロです。和歌山は和歌山インターと呼びましたけれども、和歌山北と海南東はインターと呼びません。出口しかないということですね。入り口がございません。逆に反対側ですね、大阪方面行きになりますと入り口はあるけど出口がないみたいな、そんな形になるかと思います。両方作ってくれたらいいんですけどね。はい、ここから和歌山県入りました。吹田インターから77キロポストです。7時18分になりました。ジャンクションまで 1.8 キロ、和歌山ジャンクションというのは京奈和道っていう、あの無料かな、多分京奈和道がございます。阪和道はどっちかというと海に近いんですよね。京奈和道無料と書いてますね。あの京奈和道で行く方はどっちかというと山です。京都奈良和歌山で京奈和ですね。まあちゃんとつながってないんですよ。国が公共工事で財政出動していただいて、高速道路ちゃんとつなげてほしいですけどね。京奈和道の一番北側が第二京阪っていう道路からですね、奈良県の木津ですね、木津は奈良市になるのかな、あれちょっと何しか分からなくてごめんなさい、で一旦途切れます。ほんで国道24号走ります。で今度郡山、西名阪道からまた、ね、郡山インターがあって、あれ郡山なんとかインター、名前がちょっとジャンクションか、郡山なんとかジャンクションなんですけども、あそこから一区間だけ橿原に向けてまた一区間だけあって、ほんでまた橿原で降ろされると。その前にちょっとすみません、和歌山ジャンクションご紹介ですね。和歌山ジャンクションです。 79.8 キロポスト、京奈和道との分岐左です。和歌
山ジャンクション 79.9km ポスト、7時20分 80km ポスト、この辺りは今日はそんなことないのかな、あの風が結構強かったりするんですよね、あの突風みたいな、台風みたいな風が吹いてる時が結構あるんでご注意ください。木が揺れてないとか、まあ吹き流しぐらいあったらいいんですけれどもね、木が揺れてないのでそんなに風強くないのかなみたいな感じをしております。強い時は本当にね、あのトラックあのハンドルちゃんと持ってないとあの風で持っていかれるよぐらいのすごい風吹いてるんですけどね。スピードの微調整が忙しい。はい、坂をまだ和歌山北インターにかけて下り続けるんですけれども、その途中あたりに紀の川サービスエリアございます。紀の川サービスエリアはね、和歌山方面向かってガソリンスタンドエネオスやったかな、で帰りの大阪方面が入り道やったかな、多分そんなことやと思うんですけども、お土産コーナーとかあのレストランとかいろんなものあったかと思います。結構敷地広かったと思います。一回ね、あのお土産で梅酒買うて帰ろうと思ったんやけど、アルコール置いてないですね。まあ当たり前か、高速道路のサービスエリア、アルコール置いとって飲まれたらどうしようみたいなね。お土産で、あの和歌山のお土産で梅酒買うて帰ろうと思ったらなかったですよ。サービスエリアではなく、あの一般道に降りて、あのお土産屋を探してお求めくださいということです。紀の川サービスエリア83キロポスト、7時23分です。83.3キロポストあたりですね。この合流は何やったかな、これ和歌山ジャンクションの合流やったかな。おそらく和歌山ジャンクションの合流ということで、違うかな、和歌山ジャンクションからちょっと距離離れすぎてますよね。3キロくらい離れてるかと思うんですけれども、あの合流よく分かりません。はい、84キロポスト、和歌山北まで2キロ、和歌山インター4キロ、和歌山南のスマートインター8キロ、ちょっと最後読めませんでした。和歌山南は新しくできたんですよね、 ETC 専用やったかと思います。おそらくスマートインターと言われる ETC 専用のインターです。近くにあるのに、ね、わざわざここ止めるっていう、緊急時以外止まったらいかんところなんですけど、今トラック1台しか止まってなかったですけど、あれ日頃ね、ここもそうやし、あと海南のあたりもそうなんですけれども、同じように広くなってる場所ありまして、なんかトラックとか止めて休憩する場所と間違ってるんですよね。紀の川サービスエリアに止めたらいいじゃない、なんで非常時しか止めたらいかんとこ止めるかなみたいな、警察通報してやろうかなと思いますけどね、あんなとこで寝たらダメですよ。タイヤパンクしたとか言って、そのね、車故障とか言うんだら止まったらいいけれど、あそこでわざわざ寝るやつがいるんですよね、いつ来ても。はい、86キロポスト、和歌山北出口です。
和歌山北、南向きは入り口ございません。和歌山北出口 86.3 キロポスト7時26分です。 86.4 キロポスト和歌山インターまで2キロですね。はい、紀の川渡ります。カメラの角度変わってきたかな、これ信号しすぎて。ちょっと調整するだけの余裕はないので、もうこのまま行きましょうか。車がボロいので、手を離すとすっ飛んでいきそうなんで、ちょっとね、カメラは触りたくないですね。はい、和歌山インターまで、1キロです。今のところ、速度取り締まりのカメラですので、皆さんご注意ください。制限速度80キロです。まもなく和歌山インター出口です。和歌山インター出口も今コロナショックなんで、外出控えてくれみたいなことやから、まかり間違って空いてるかもしれませんが、いつもこの朝の7時27分とかこういう時間帯は、国道降りた瞬間に大渋滞みたいな、5分10分で行くところ30分かかるよみたいな、そんな渋滞の仕方します。はい、和歌山インター出口、和歌山インター出口は 88.3 キロポスト7時27分和歌山インター入り口、和歌山インター入り口は 88.6 キロポストですね。同じく7時27分です。阪和道、白浜向きですね、南向き。制限速度80キロです。あんまりあれやな、調整はできんやろ。こんなもんでどうですか。あー、またや。高速道速度超過。和歌山南まで3キロ、海南東10キロ、白浜83キロとなっておりました。私の北部インターまで63キロですね。はい、杉田インターから90キロの地点です。和歌山南、スマートインター和歌山南まであと2キロ。ETC 専用です。現金では出れません。ご注意ください。和歌山南は出口も入り口もございます。両方向ともね、スマートインターで現金は使えないんですけれども、ETC、カード持っててもダメですよ。車載機通さんとダメなんで、ご注意ください。スマートインターは ETC 専用ですと書いてございます。7時30分になりました。 91.5 キロポストです。和歌山インターが大きなインターで、和歌山南っていうのはその近所の方しか使わないのかなみたいな、ちょっと使い道がよくわからないような、そういった中途半端な場所にあるんですけれども、スマートインターで間違って降りられると困るということで、和歌山インターよりも案内 の看板が多数ございます。はい、和歌山南インター、スマートインターですね、90
2.2 キロポスト7時30分和歌山南スマートインター、入り口ですね。92.5 キロポスト7時31分になりました。この辺り和歌山東高校とあとなんだっけな、女子大学がもうちょっとしたら見えてくる、正面に見えてるのが右側に見えてるのがあれ女子大やと思うんですけども、和歌山親愛女子短大みたいな、そんな風に書いてます。その辺りにご用の方は今の和歌山南スマートインターご利用になってもいいかと思います。まあ左側はね、これ防音壁でちょっと今見えてませんけれども、左側も家ものすごくあって住宅はたくさんあるんですけど、何か観光スポットであるとか、その何か公のものがあるんかといったら、まあ、学校ぐらいしかちょっとカーナビでは見当たりません。なんでインター作ったのかなみたいなことは、多分和歌山インター自体が渋滞するのを緩和しようかなみたいな、こっちにご用の方はこっちで降りてくれたら和歌山インターで、ね、何でもかんでも降りられたら和歌山インター付近が渋滞するやろみたいなことで、多分こちらで降り、こちらの方まで足伸ばされる方が結構いらっしゃるから新たに、ね、作られたんやと思います。まだ 2,3 年ぐらいしか経たんと思うんですけどね、和歌山南スマートインターできてからね。あと今までずっと2車線やったんですが、この先1車線になったりすることもございます。海南湯浅五号道路みたいな、浜窓がちょっと仕切りが変わりまして、海南湯浅五号道路みたいな、ちょっと名前がある程度の区間変わります。まあその辺りは1車線になったりするのかなみたいな、以前通った時は工事してたので2車線になってるかもしれませんけどね。海南東3キロ、海南まで6キロ、白浜76キロです。95キロポスト7時33分です。
出口です。入り口ないんかな、おそらく。海南東は、出口しかないのでインターというふうにご紹介しません。はい、先ほど私和歌山北インターのあたりで言ってた分です。これただ広くなってるからといって、休憩するためにここ止めてる車多いんですけれども、非常用の路側帯かと思います。あそこは休憩する場所としてね、あえて堂々と使ってて、で覆面パトカーとかもあれを駐停車禁止みたいなことで切符切らないみたいな慣れ合いになってるんでしょうね。まあ3台ぐらい止まってましたけれども、緊急の時にあそこ、満タンに車入ってて緊急の車が止めれないよみたいな、どうするんでしょうね。
で6キロ、湯浅まで9キロ、白浜まで66キロ、高峰トンネル4060メーターだったかと思います。高いトンネルが続きます。このキロポストと時間読み上げるくらいしかやることないんですよね。出口とかのご紹介があったり、何かご案内できることがないので、ちょっと50分ぐらい経過してますけど、ここいらでちょっと今現在の時事ネタで行ってみましょうか。2020年4月15日です。水曜日です。本日現在の、日本国の状況といたしまして、まず世界的パンデミック、中国の武漢を出どころとしております、コロナウイルス、新型コロナウイルスで今世界中に蔓延してですね、すごい勢いで伝染病で、まあ、世界中がまだ出口の見えない混乱の真っ只中です。非常に特殊な状況です。今までね、SARS であるとか、鳥インフルエンザとか、狂牛病とか、ね、いろいろ伝染病みたいなものはあったんですけれども、どこか人ごとのようにというか、一部の人が大変なだけで、別に自分には関係ないことみたいな感じだったんですけれども、この、武漢熱、武漢肺炎と言われているこの新型コロナウイルスに関しましては、もう誰が感染してるかわからないし、メルトダウンじゃなかった、ね、街を都市封鎖をするっていうロックダウンね、都市封鎖をしてるところもたくさんございます。世界中に日本は都市封鎖まではしてないんですけれども、飲食店とかの営業を自粛してくださいとか、あと運転免許の更新とか試験場とか、そういったものも4月15日本日からですね、警視庁が本日から閉鎖すると発表したみたいです。困るんですよね。私ね、6月誕生日で免許更新するんですけれども、おそらくね、6月とかでは全然解禁されてないかと思います。免許更新できないと失効してしまうんですけれども、どうしてくれるんでしょうかっていうことは、その延長の手続きとかもややこしいんですよね。で、自動的に延長されるんじゃなくて、申告しないと延長されませんから、申告漏れますと免許失効しますよ。このコロナウイルスのごたごたで皆様ご注意ください。まもなく有田インターなので一旦時事ネタやめますね。109.5 キロポストです。7時45分。はい、ここから60キロに規制がかかっております。工事中右側走れとなってます。まだ工事終わってないということですね。この先2車線にしてくれるんでしょうか、どうなんでしょう。有田インター越えると1車線になったような気もするんですが、はい、こちらが有田出口かな、インターかな。とりあえず有田出口とご紹介しておきます。110.4 キロポスト7時45分です。はい、工事中断で50キロに規制がさらに厳しくなりました。
かもう一車線作ってるんであればいいんですけどね。一応このようにあの今までのところ対面通行なんですよね、この辺り。でも有田インター越えるとしばらくこういった対面通行続きますので、あのまあまあ渋滞もするし、ほんであのそんなにペース上げれないですよね。あの私の車みたいにあの70キロそこそこで走らないといけないみたいな、そういう足かせのついた車が前走っておると追い越す場所がないので、皆さんイライラするのかなみたいな、そんなことなんですけどもね。早く2車線にしてほしいね。いや山ばっかりやから土地は有り余ってるんでしょうけどね。クラウンのような車がべったり張り付いております。左から抜きに来るね。クラウンじゃないレガシーやね。まあ、キビ湯浅パーキングコンビニがあるようです。1キロ先ぐらいですね。制限速度70キロになりました。湯浅御坊道路です。阪和道ではないですね。今湯浅御坊道路にちょっと名前変わっております。阪和道じゃなくて湯浅御坊道路やから一車線なんかなっていう気もしますけどね。ローカルの有料道路っていう形で、阪和道みたいにちょっと大きなローカル線っていうわけではないんですよね。はい、キビ湯浅パーキングエリアです。噂パーキングエリア7時48分で、この先に合流があります。ポストから113.1キロポストです。結構止まってますね。トラックとかも止めるとこないぐらい止まってますね。これの右側ご覧になっても分かるように、どうやらあの道路を作っておるようです。今現在対面通行のこの道路はおそらく、2車線2車線の道路になるんじゃないかなと思います。まあ予測ですけれども、そうであればこれ、目の前のトンネルも、もうあの反対側車線用のトンネルも持ってないといけないですけど、まだしばらく開通しなさそうですね。はい、湯浅の出口、湯浅出口です。湯浅出口7時48分。キロポスト打てないですね。 114.2 キロポスト、湯浅トンネルが 601m。 1車線しかないので、私が75くらいで今走ってるんですけど、80キロ100キロで走りたいよという車がもう追い越しできないんでね、あの後ろずらっと繋がってしまうんで、早く2車線にしてほしいですけどね。75言って70キロですね、制限速度。はい、115キロポストです。広川町に入りました。この広川町もね、あのラジオで交通情報でしょっちゅうあの渋滞のメッカみたいになってますね。湯浅御坊道路広川から7キロとかね、そういうのよくあの交通情報のラジオで耳にします。この広川を過ぎるとあの渋滞なくなるのかなみたいな感じがします。利用される方多いんでしょうね。降りますと、ちょうどあの広川インター降りますと国道42号線に降ります。70キロですね。左側にあのなんか桁ができてて道路できてるっぽいんですけど、これもあれでしょうね、多分2車線2車線にするっていうことで作ってるんでしょうね。はい、広川、これはインターですね。広川インターの出口 116.5 キロポスト7時51分です。 116.6 キロポスト、この先広川インター
は、出口入口両方ございます。広川インター入り口です。キロポスト117キロポストですね。7時51分制限速度70キロです。遺跡トンネル730m。 はい、今道路にあのトンネルの中なんですけど、道路に上り坂と書いてございました。上り坂ってなんでそんなこといちいち書くんだみたいに疑問を持たれるかもしれませんが、平地と同じようにアクセル踏んでたんでは上り坂失速してしまうっていうこともありまして、70キロで走ってるのがボーッと走ってて、60キロ、55キロとか、気がついたら50キロぐらいで走ってるわとかなると、1車線しかないんで追い越しができないんで、もうかなり迷惑なんですよね。ボーッと走るのはおやめください、失速はしないでくださいっていう、そういう意味合いでございます。広川南まで3キロ、川辺まで7キロ、白浜まで53キロでした。広川ではなく広川ですね、失礼いたしました。 118.4 キロポスト、7時52分です。左側ね、これ多分道路を広げるつもりで道路作ってくれてるんでしょうね。早くできてほしいですけどね。2車線、2車線ぐらいになってくるともうちょっと白浜とか行きやすくなるんで、まあ今でもね高速道路が開通したんで、行きやすいんですけどね。大阪から150キロぐらいで行ったから、まあそれぐらいの距離感やったと思うんですけれども、200キロもなかったと思います片道ね。ですがこうやって途中で1車線の区間があって追い越しができないと、もう70キロの道路やからいて60キロぐらいで走ってるようなゆっくりした車がいるって、そういうことになってきますとちょっとね、白浜がいつ着くねみたいなことでイライラされるかなみたいな、そういうことにはなるかと思います。はい、また道路の方上り坂と書いてございました。失速しないようにご注意ください。私が今やってるようにスピードメーター見ながらスピード落とさないようになるべくね、スピード違反してスピードオーバーしなさいっていうことではなくて、スピード落ちすぎないようにご注意くださいっていうことです。制限速度70キロの道路です。別にこれを80とか90で走れという話ではなくて、60キロ50キロであんまりねぼーっと走るのはやめてくれということですよね。ご注意ください。スピードを違反せずに守られるということは正しいことなんですけども、じゃあなんで上り坂ってわざわざ書いてるかというと、迷惑だからです。その辺はご理解しますね。はい、広川南出口です。広川南は 121.1 キロ、7時54分 121.2 キロポスト。川辺第一トンネル、2680m ですね。もう一車線の区間ずっと続くでしょ、こうやって。私がこれ70キロぐらいでちゃんと引っ張ってるから、むしろねストレスなく走れるかもしらんけど、これボケーと軽トラとかが50キロぐらいで走られたら、有料道路やのにいい加減にしてくれよってみんななるでしょう。お急ぎやろうしね、白浜まで30分で行くよとか1時間で行くよとか、そういう風に計画されて出発されておるんでしょうけれども、必要以上に遅い車に前塞がれたりしたらちょっと感情的にはなるかと思いますけれども、まあ仕方がないですよね。なので早く2車線にしてくださいっていうことなんですけど、国がしっかり予算をつけて高速道路どんどん整備していきましょう。
道路というインフラがないと災害の時とかにあの救難物資が届かないとか、ね、あのボランティアの方とかもあの電車はないわ、道路はつながってないわとか言ったら行けないじゃないですか。なので田舎がもうあの、ね、陸の孤島になって見殺しみたいなことになるので、あの今時ね、もう2020年ですよ、先進国と言われて20年も30年もずっとやってきてるんですから、道路インフラぐらいはもうそろそろ終わっててもよろしいかと思いますっていうような話をしておると、あのあれですよね、あのなんですか、先ほどちょっと中途半端に有田インターの手前ぐらいにやっておりました時事ネタっていうのをしないといけないかなっていう気もしますけれどもね。今年に入ってからは新型コロナウイルスであの大混乱、世界中がパニックを起こしております。あの世界大恐慌がまた第2次がやってくるかと言われております。はい、日高町に入りました。これ何郡やろ。現在湯浅御坊道路南行き白浜方面行き走っております。制限速度70キロで間もなく川辺出口、私の後ろミラーにパッと映ってるのを見る限り十数台は繋がってますね。70キロで走ってもあの ご満足いただけないのかなって。はい、川辺出口ですね。川辺インターかな、これ125キロポスト7時57分になりました。目の前見えておるのおそらくスピード取り締まりのカメラでございます。ご注意ください。 125.2 キロポスト、左側トンネル掘ってるんでここも2車線になりますね。早く通してくれっていう感じがします。川辺第2トンネルが 570m、 これは短いようです。先ほどの川辺は出口しかなかったですね。入り口ございませんでした。こんな山奥までわざわざ来て、うわ入り口がないわって言って引き返すのはもう辛いんで、下調べされて行くようにしてください。はい、御坊まで3キロ、稲見まで13キロ、白浜が45キロです。 126.4 キロポスト、吹田から 126.5 キロポストです。7時59分、今度はスピード出過ぎにご注意ください。長い上り坂終わって今度下りに入っております。制限速度は70キロですね。かなりきついですよこれ下り。何パーセントと書いてないですけども、カメラで見ても分かるんじゃないかなっていうぐらいの下り方してます。ごぼう出口が2キロで、ごぼう南インターでは出られませんと書いてございましたね。まあ、出口があって入り口がないとか、またそのパターンかと思います。はい、きつい下り終わって、今度きつい上りがやってきました。 127.7 キロポスト、8時ちょうどです。厚さ2号、128キロポストですね。ごぼうの出口まであと1キロほどです。まあ、ごぼうで降りて国道42号を走って、まあ、湯浅の方行くまでの間に醤油の蔵とかがあったりするのかなみたいな、そんな感じだったかもしれません。こうしてカメラで見る限りちゃんとした街ですよね。
何ていう川やろ、日高川、はい、御坊市に入ります。何の絵やろ、絵の意味がよく分かりません。御坊出口、御坊出口 129.3 キロポスト、8時1分です。だいぶ減りましたね、ミラーに。あの 今のところ2台ぐらいしか映ってません。はい、御坊トンネルが 340m。 御坊来る前にだいぶ降りたんですね、川辺のあたりで。おそらくね、それか上り坂でボーッと走ってて失速して後ろだいぶ置いていかれたか、そんな感じでしょうか。私は一応70キロぐらいで走ってます。なのでボーッと走って失速して60ぐらいで来てますと、あの突き放されただけなのかなみたいな。130.5 キロポスト、この辺りまで来ますと、対面通行になり、対面通行じゃないわ、一旦2車線の道路になります。追い越し区間ございます。合流があります。はい、御坊南ですね。御坊南は出口ございません。御坊南入り口合流です。御坊南入り口の合流が131キロポスト、8時2分です。はい、御坊南の入り口合流が終わりますと、すぐにまた1車線に絞り込みます。右車線がなくなります。はい、湯浅御坊道路からまた阪和道に切り替わります。ややこしいでしょう。はい、ここから阪和道です。131.6 キロポスト、トンネル 270m。 おそらくこのトンネルの右側にまた新しいトンネル作ってると思うので、これも何年かしたら開通したら2車線になるかと思います。右側ダンプがいっぱい見えてますよね。はい、南7km、みなべ18km、白浜39km となってございます。うわー、いっぱい整列してるね。朝8時ちょうどなんで、ダンプカーの運転手がみんな現場で降りて朝礼かなんかしてるんかな、そんな感じかと思います。 2,30 人おったかと思います、今見た感じ。頑張って道路作ってください。33キロポスト、はい、南町に入ります。日高郡南町です。ありました。あと20分ほどで終わります。長い動画になったね。1時間20分くらい経ってるね、これね。はい、134キロポストです。8時5分です。途切れました。カメラ温度上昇のため途切れてしまいました。ごめんなさい。ノーカットでお送りしたかったんですけども、これはつなぎます。135キロポスト、8時6分です。
円行きです。70キロの道路70キロぐらいで走ってまして、私の後ろ今5台ぐらいつながっております。青垣内山トンネル、読み方が違うな、850メーターぐらいやったかと思います。なんて読むんやろ。
乗用車和歌山ナンバーばっかりですね。まあ、大阪神戸あの辺りですと、あんまり乗用車いないんですよ。一応緊急事態宣言ということで、外出は自粛してくださいみたいなことになってますので、和歌山県はあんまり関係ないのかなみたいな乗用車が多いね。大阪神戸は私のような仕事でもう嫌でも働かないといけないみたいなことで、トラックが多いんですよ。不要不急の外出は控えてくださいみたいなことで、大阪兵庫県あたりは緊急事態宣言7つの都市の一つになっております。7つの都市言うておこうか。2020年4月の7日に、火曜日やったかな、緊急事態宣言が、発出されました。安倍総理が、晩の19時に緊急記者会見みたいなのを開いて演説されておりましたが、その緊急事態宣言発令されたその7つの都市というのが東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県かと思います。島田トンネル 960m です。8時13分、戦後、最悪の年になるかと言われております、経済がですね。第二次世界大戦敗戦後の焼け野原からの復興、あれよりもきついんじゃないかと言われております。一応まだ2020年4月15日なので、まだ4月半月しか経ってないんですが、4月、5月、6月 の、 予想の数字にはなってくるんですけれども、4、5、6の3ヶ月から年率換算した GDP マイナス 25% というふうになっております。おそらく日本国 の、 所得が130兆円ほど失われるという、そういう計算になるかと思います。年収4、500万の方が100万ぐらい給料ダウンするよみたいな、そういう計算になるかと思います。皆さんに降りかかる直接の話はそういうことです。年収500万の人が130万ぐらい減って370万ぐらいしか今年はもらえないよみたいな、そういう年になるっていうことですね。岩城トンネル、何メーターかちょっと分かりません。東岩城トンネル980メーター、146キロポストです。8時15分、目的地まで5キロメートル。私の方も、稲部インターに到着いたします。目的地です。ということで今回動画切らせていただきます。前半戦ね、かなり坂インターのあたりで説教臭いことやりましたので、まだチャンネル登録が減るかもしれませんが、このまま動画アップロードいたします。もしよかったら逆にというか、むしろチャンネル登録よろしくお願いします。本日現在チャンネル登録いただいてますのが92名、目標は1000でございます。よろしくお願いします。高田山トンネルが 1710m だったかな、ちょっとちゃんと読めませんでした。このトンネル出てから1キロ2キロ行くくらいのところで、なんだっけ、みなべインターですね。みなべって言いにくいですよね。鼻詰まってんのかみたいな感じもありますけど、鼻も詰まってますけれども、
かね、あの街歩いててというか、あの電車の中でもう席でも一つしようもんなら周りからみんなから睨まれないといけないみたいな、それぐらいギスギスしてるらしいです。ちょっと私電車乗らないんでわからないですけど、席とかくしゃみしようもんならもうね、あの袋叩きに遭うぐらいのギスギスした世の中になってるらしいですよ。マスク手に入らないんですが、あの、まあ、マスクして出かけてください。マスクなしでくしゃみでもするとあのどつき回されるかと思います。そういう今本当に緊急事態、世界的に混乱が起きているパンデミックでございます。はい、149.1 キロポスト、8時17分、残り 1.2 キロほどで南ウィンターとなります。左側ご覧になっても分かる通り、2020年4月15日水曜日、本日現在、南インターのこの辺りもおそらく2車線にするための工事が行われているのかと思います。早くできてくれ。日本政府もちゃんと予算をつけて、あのお金出してあげてみたいな、頼むよ本当に。南インターは国道42号ではなく424号というところに降りるみたいですね。バイパスみたいな道路だったかと思います。広くて綺麗なやつね。はい、動画、インター降りる信号あたりで動画切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。南インター出口は 150.3 キロポスト、150.4 キロポスト、150.5 キロポスト、南インター出口、8時19分ですね。南インターは入り口もあるようです。ここであの合流が急にあるのでご注意ください。ガランとしてるな。だだっ広くてありがたいね。料金は4140円です。はい、いつも大型とかトレーラー乗ってるんですけども、今日は中型でございます。4トン車です。まもなく左方向です。左に行くと白浜、右に行くと湯浅とかあっちの行きます。はい、南インター入り口という交差点でした。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。